はい、ということで山さんまたよろしくお願いします。はい、はい、ということで今回は山さんの、逮捕歴普通は、これは話して、話してくれるって言ったら普通じゃないというか、まずいことあんまり言いたくだとしても、一部っていう感じになると思いますけど、ね、これまでもう3本、4本って動画続けて上がってきてると思うけど、でも一部ですから、はい、その中でその逮捕歴ってことで OK してくれました。はい、ということで逮捕歴というか、いつ初めて捕まった感じなんですかね。中学校とか、中学校じゃないの、中学校の時に捕まった、それって何で捕まった感じなんですか。障害で一番なんかあれですね、なんか山さんもう男でもなんか結構喧嘩吹っかけていくみたいな感じで聞いてるんですけど、ああ、はい、その時は男の人、女の人、あ、それは同級生の方なの、あ、女の人で、その時にどんな感じだったんですか。その何か使かかってきたらどんな感じなんですか。使かかってこない、使かかってこない、こっちは一方的じゃないですか。あー、すごいな。そうそうそう、はい、はい、はい、要するに、まあ、訴えられて、でも火災想定できる年じゃなかったから、10何歳でしたっけ、13歳で、12歳、あ、12歳、中学校1年生、中学校1年生ですね。あ、だとすると、そうか、それがまだ火災には遅れない感じになるんですね。へぇ、ほんで、家庭裁判所に送れないから、はい、なんか児童相談所か、はい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 、はい、送られて、で児童相談所に通ってたの、何の、あ、はいはい、通いますよね。で、学校からも児童相談所に行ってくれって言われて、はい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 、で、通ってて、はい、ある人とね、親に児童相談所まで連れてかれて、はい、なんでこんな荷物持ってんだろうと思ったら、そのまま入れられちゃって、児童相談所に入れられたんですか。そうそう、あ、児童相談所、そう、ああ、それってじゃあどれぐらい入れられる感じだったんですか。あの近くはいたんじゃない。あ、そうなんですね、うんうん、ああ、それで出てきて、まあね、その時まだじゃあ中学1年生ですよね。そう、あ、そこからどんな感じで、もうね、火災送りになって呼ばれた時には中2になってた。あ、そうなんですね、そうなんですね、そうそうそう、はい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 、その後に何か捕まったものとかって、なんか、なんかもう先ほど言ったんですけど、中学3年までの間は、はい、もうずっと捕まってるよね。だから中学3年生の時はもう、保護士もついてる。あ、はい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 。捕まったっていうのは、中2、中3ぐらいだとすると、もう、留置場とか、あ、留置場とか、鑑別所とかですか。火災を。そこで、保護観察がついて、はい、あ、そうですね、はいはいはい、アクセラントの時代って、火災のほら、調査官にさ、はい、あれが送りババアっていうのがいたのよ。送りババア、送りババアって有名な浅田っていうのがいたんだけど、はい、浅田は私担当で、だからじっくりじっくりやってるのよ、はいはいはい、保護観察をつけて、試験観察をつけて、はいはいはい、早くバンって送っちゃうんだよ。へぇ、それに当たっちゃって、はいはいはい、高校の試験官で中学までついて、で中学卒業して逮捕がすぐ捕まって、でその後すぐ私が入れ替えたの。あ、それは何で捕まったの。死んだ、死んだ、あ、あ、捕まったんですね。あ、倍って言ったら、その多分こう使用よりも厳しいですよね。そうなんだ。だとしたら、それって、高校1年生だから少年院入るんですか。勘弁しろ。そうそう、少年院、少年院、少年院、鑑別所で再逮捕食らって、ええ、で、暴走族で再逮捕食らって、ええ、ほんで、まあ、審判の日、はい、になるじゃん、はい、で審判の前の日に親が面会来て、はい、まあ、うち顧問弁護士がいるから、ああ、ああ、弁護士に話をしろよって言ったら、大丈夫だよ、はい、出してあげるから、はい、そうだから、はい、あれ出してくれるんだろうなって思ったら、はい、まあ、少年少女だとって言われるじゃん、ね、はい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 、そしたら、うちの旦那さん、お願いしますって言ったからね、少年に行かせてくれと、お父さんもそこにいて、はいはいはい、でお父さんはどう思われますかって聞かれたら、その子は一人っ子で甘やかして育ってるから、はい、その方がいいと思います。ああ、それで行く感じになったんですね。あ、でも顧問弁護士さんがいて、あ、その顧問弁護士さんっていうのは、どう、だからつけて顧問弁護士に話をして、審判に残せって、はい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 、言ったら、大丈夫、お母さんが出してやるから気をつけようとしたんです。あ、でも、じゃあそれで、まあ、なんかその辺に行かせてくれって言わなかったら出てこれた感じだったんですよね。ああ、そうですね。はい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 。でも、そのあれがさ、はい、なんか
審判の1週間前ぐらいなんか親ってみんな呼ばれてるんだって。あ、そうなんですか。その時点で少年装置って決まってるらしいよ。あ、知らなかった。そうなんです。知らなかった。知らなかった、初めてです。お母さんも、はい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 、お母さんに聞いてみよう。聞いてみな。自分エイジのお母さんも OK って言ったんだよ、絶対。そう、あ、そっか。でも確かにお母さんも多分行ってこいって多分 なりますね。そう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 、なりますね。あ、それあったかもしれない、はい、でも裁判の時に少年装置わーってなったんですけど、うん、お母さんも悲しい顔してましたけど、お母さん知ってた可能性があると思うんですね。そうですね。うちの母でも普通だったもん。あ、そういうことですね。あ、じゃあもう分かってて、もう行ってこいみたいな感じだったの可能性がありますね。わお、そうなんですね。そういうことなんです。それ初めて知りました。それ面白いです。はあ、あ、今はどうかわかんない。はい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 。ちなみにその少年院は何て言うんですか。愛子。愛子、女子学園。あ、はい、聞いたことあります。春菜でしょ。愛子と春菜と若葉と。あ、若葉か。青葉って。はあはあはあ。それでその愛子じゃなくて、どこに入ってますか。愛子に入って、それはどれぐらい入られたんですか。そこはもう、本当に満期。満期って言うと1年。長期ですよね。あ、そうなの。あそこね、半年間。ああ、そうですね。短期少年って言うんでしょ。短期。短期。で、それ満期で、じゃあ半年で出てきて。一回も進級しなかったんだよ。進級しないってどうなんですか、それっていうのは。あの、ほら、進級みたいなのあったでしょ、男の子。いや、自分で進級っぽいな。あの、二級下とか二級上とか始まらない。ええじゃんか、ちょっと。ありますよ。進級は絶対にあります。あるよね。だって進級式ってあるじゃないですか。そう。それで進級式俺もやったのかな。絶対やってます。進級してって。やってない人はいない。一級上なんと、はい、あの借りたいに入る。バッジの色が変わってくるじゃないですか。バッジの色一番偉くなって。あ、なんかあった気がする。またこれ出た俺これ。黄色から緑とかなんか変わるんです、ね。そうですね。一番最後白でしたね。あ、そうそう。あ、ありました。そういえば、ああ思い出してきた。私は少年で先生もぶっ飛ばしてた。要するに目つけられたんだよ、はいはいはい、だから何も悪いことしてんの、冗談じゃねえよ、はい、でじゃあ半日考えなさいって言われて、はい、半日も考えたくないって言って 3時間だったら入ってもいいんですよ、はいはいはい、3時間のうち作文書きなさいって言ったら作文の様子もあって、何か今の体自分に対して思うことありましたかね、それが大変だったの、何もありません、はい、それってなんか伸びたりしないんですか。伸びるのもいるらしいけど、伸びたら、はい、春中青葉に飛ばされる。あ、そうなんですか。あ、伸びたらって、あ、じゃあ伸びることって結構な、じゃあ大きな感じのじゃないかと。だから山陰みたいな、もうまた帰るよっていう感じで、あ、じゃあもっとでかいことだって、あの生えちゃったみたいな感じですよね、うん、でもやっぱ、なんかな、鑑別所とかってやっぱ張り絵とかやらされちゃう。横浜さんで鑑別所ですよ。あれやっぱり、待って、鑑別所女の人と一緒じゃなかった。女子寮、女子寮があるのか。私でも男女寮にしてる。いや、なんで。女子寮って少ないの、はい、個室が3個と、はい、集団が4つしかないの、はいはいはい、だからいっぱい入ってきた。ああ、そういうことですね。だから、はい、ドア開けてすぐ男女寮だから、47か、はい、だから俺、東寮かな、西寮行った時に女子寮の店舗って聞こえたもん。あ、マジですか。実際に出てきて聞こえたもん。ただ遠いよ。あ、そもそも入る人が学部所少ない感じの枠なんですね、うん、あ、それがやっぱり男子より少なくて、はい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 、だから本当に男子寮にいて、まずなら男の子だった。あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。あ、もちろん部屋は今違いますけど、隣はもう、あ、そうだったんですね。へえ。東、はい、で最後に西入ったんです。で初任者、西って言ったらなんか西はだから初任者とかなんかありますよね。西に入るとこうなる。だって女子は1個しかない。あ、そうなんですか。あ、3階の今の鑑別所ないからね。古い時代だからテレビもないから。あ、そうか、そうです、ね。あ、テレビはありました。なんかやるも古い。あ、テレビありましたよね。テレビない。あ、テレビはないわ。あ、テレビ見れる時間ありましたよね。漫画しか見れる時間ありませんでした。あ、覚えてないな、漫画。本当ですか。テレビの時間みたいな感じありましたけど、ね、でもなんかもうテレビ時代がなんかないね。あれあったっけ、なかった。テレビ俺なあれなかったっけ。テレビはありました。自分は2回とも入ってますけど、古い時と新しい、うん、そうだよねテレビはあった。なんかあとは鳥のサイズ量なんか流れてた。あ、それはラジオの感じでピューピューって感じ。あ、そうですよね。テレビ全然
青森とかのスーパーで来てもらって、シジバーなんか出したら全然来てくれないですか。あ、シジバーカチャンってやっちゃうんですね。ピンポンかなんかにしてほしい。確かに、あれガチャンが聞こえなかったのはあれですもんね。ピンポンの方がいいですよね、確かに。カンブリッジ入ったその日になったら先生にぶっ飛ばされてるの。え、なんですか。ブッチャーっていう先生が。あー、なんかいたかもしれないです。いたいた、いたっすね。あ、あ、ハゲ散らかしてるような人じゃん。佐々木しかちょっと思い出せない。佐々木は平塚球場さん。そう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 。え、そのブッチャーって人になんでぶっ飛ばされるんですか。それは、その日入った日が初日で、個室じゃん、カレーだったから、このカレーって、スプーンもねえけど、どうやって食うのかなって考えてたの、なんかガラガラって入って、飯屋正座してくるんだって、はぁって、そんなさ、そんな、しきたりもないですね、はぁって言ったら、ようこせ山川さんから、なんだって、ようこせ山川さん、待ってたよ。だからそれだけもういろんな情報があったんで。そうですよね。その方ブッチャですよね。ブッチャって方まだいるんじゃないですか。いない、いないですか。で、横須賀来た山川さんって言われて、で、カレーがあるじゃないですか。ぶっ飛ばされて、え、ぶっ飛ばされるんですか。ぶっ飛ばされる。もともとすごいキャラなんだ。ぶっ飛ばされて、それだってチクっちゃえばいいじゃないですか。あ、チクるもないんだ。やり返すしかないな。やり返す。変わらないよね、相手が。はい、え、ちょっと待って、パーですか。パーってやられて、自分もすごいやり返して、やり返してご飯もひっくり返っちゃって、だからカレーだから部屋中カレーまみれになって、多分そういう噂をね、こんだけの人が来るんじゃねえかって話を聞いた上で嫌がらせなんだろうな。まあまあそうなんでしょうね。うわ、そんな、え、カンペッションの中もその時代がやっぱあるっぽいっすね。今の、これ聞こえられるかもしれないけど、平成生まれの人たちの中の一部の人が今カンペッション行っても、それは多分されないだろうね。確かに確かに、当時だからこそ。確かに確かに、そこら辺はじゃあカンペッションの中でもやっぱそこと同じような感じの空気感はあったのかもしれないですね。俺なんかは同級生の小池ってやつとか、亮も松木もみんないたから、圭一もいたし、でみんなでだからノート便箋かなんかをちぎって手紙書いて、で知ってる人のやつの腰ポンって投げて、ただ後でちょっとなんか怒られるんですよね。なんであれ切れてんの、誰かに手紙渡したろうとか、そういうこともあったし、今のとか多分分かんないけど、自分とかは特に優しい。エイジあったの、なんかそういう感じ。いや、なかったっすね。隣の部屋にユイヤいましたけど。あ、そう言ってたんですね。じゃあ、話また戻るんですけど、それ終わって、そこの看護師出て、署内に行って、その後はその逮捕的な感じ、捕まった歴史というか、どうなの、ずっと、二十歳とか、まあ10代とか、何回ぐらい捕まられたんですか。なんか一つ一つ聞いていくと、これはもうちょっと長くなりすぎそう。だから保護観察、試験観察、判別書、少年院、あとは刑務所、刑務所で、刑務所でやん、逮捕と一緒にすんな。刑務所は逮捕さん、逮捕さん、逮捕さん結構長いこと入ってられました。あれはもうそっちだ。俺はさっきも言ったけど、大島さん、妙子さんって行った時に呼ばれて行って、まるこれ飲めって言われたのは誤信だろ。覚えてないと思いますけど、呼ばれてお家に行った時に飲めって言って飲み放うかと思ったら、シンナーのビールに入ったタッポタポのなんかシンナーで、それ飲んでないですか。いや、飲めます。いや、だって飲めって言ってビールに入ってておかしい。その時に妙子さんはなんかね、右決めたけどピンク色のなんかね、取り巻きたんだ。なんかモコモコのチェッド・ワギョみたいな髪型して、でも細くて、綺麗なんだけど、すごい目つき悪い、もう黒くてさ、で、周りにめちゃくちゃ怖い人も見たことあるんですけど、私の先輩も一緒に向かった、変なこっち、ハイになって、新宿に帰ってた時に、向こうってチャリンコの周りに、それのおかげ、要するに新宿って混んでるから、チャリンコで落ち着いちゃうんだよね、止められてな。でその先輩もワンティッシュ好きなんで、持ってたワンティッシュを何するのかなと思って、食ったからね。あ、もう慣れちゃってる。うん、お前に使わない。ああ、そういうことか、そういうことか。でも、今じゃなんか呼気検査とかあるらしいじゃないですか。あ、そうなの。診断は。それは H に聞いた方がいいよ。H は最近まで診断を見さばいてた。当時なかったよね。クリーナースタートってさ、家とか帰ったり、例えば怖い先輩に言われた時とかは、口の匂いで、何か怒られちゃう。それはそうですよね。無名のガムとかさ、ブルーベリーとか、やってましたね。わさびとか、そういうのはなかったんですよ。
何でもこのね、これじゃあ原稿なんて言ってますか、ティッシュにシンナーが含まれているものがないと分からない、食べちゃえば中に入ってたんですけど、そのなんか血液検査だったりとかそういうのはしない、うん、あでも生理は持ってたんだよ、まだ買わないで、あ、はい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 、だけど女だから、はい、身体検査男はできないんだ、あーはい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 、だからこのブラザーのここに女が挟むわけで、へえ、それでもなんか多分、あ、そっか、それってその時はダメだったんですけど、多分大丈夫、え、大丈夫じゃないですか、それって大丈夫だった、あ、そうなんですね、あ、ほんで、はい、たまたまだよ、たまたま、はい、あ、その友達の人が言ったんだけど、はい、本当にトランクにこんってって段ボールがあった、はい、で、その時に猫が死んじゃって、はい、猫を仮装してあげようと思って、はい、仮装するのに段ボールに行って綺麗に密封してたのよ、はい、じゃあこれ死んだんだろうって、はい、猫の死体だよって、はい、でもほらお前死んでないから、はい、で開けてみりゃいいじゃねえかよ、はいはい、いや死ぬものは見ちゃいけないからってだって疑ってんだろって、はい、見ろよって、はい、じゃあそーっと開けてみるって、そしたらほらちょっと開けたら見えたから、はい、あのさったそれは平気だったけど、あ、まあ、やっぱ死んでないの死んだ帰ってますよね、そうだよ、入らない時もあったもん、新宿市の新品でなんか2000円とか3000円とかそれぐらい、でもこれ知り合いたから、はい、すげえ安く買えた、あ、そうなんですか、新宿行った時はね、中学校でやってます、10代の赤子牛からのセット、あー、赤子牛ありましたね、はいはい、はい、あ、そっか、なんかマル先輩とかエイジとか世代がまあ自分に比べて近いからそこら辺はあれですけど、そうか、え、それってその新宿のやつはもうやっぱでも赤子牛ですか、まあ、薬に、うん、薬リアルボールになる、要するに、はい、銀の形で言えば赤まぶしなんだけど、キャップがあれは銀のキャップとかだ、だけど本当に薬の瓶こういうキャップとか、ああそうなんですか、ああ、でもなんかちょっとね、容量が多いんだよ、あ、そうなんですか、ちょっとだけでも、その容量のデカさがちょっと違うだけでも、はい、まあまあ、嬉しかったですよね、いやまあそうですよね、だから山さんからもらうと、はい、量が違うんだよ、はい、はい、同じなんで釣りないんだけど量が違うんですね、だ多い方を選ぶ、この辺までギリギリのやつで、はいはい、多かったちょっと少ないやつがそれだけの貴重だったんだよ、そうですね、確かにタバコみたいな感覚で今タバコ1本ちょうだいっていうのと感覚で待ってくるのもすげえ飲みますね、それだけ貴重でした、その話すっごい好きですよ、シンナーの山ちゃんって言ったらシンナーって言ったらしょっちゅうだから俺の同級生みんなもらえてたもんね、ああそうか、はい、みんな亡くなったら山ちゃんに聞いてみる、あで、ごめんなさい、あのまた最後戻っちゃうんですけど最後に入ったというか逮捕されたのいつなんですかね、32歳の時に、何をやられたんですかね、その時もその前にさ、暴走行為じゃ高いじゃないですか、ええ、忘れてました、辿ってきたねすごい忘れてますね、柳川雅人の、はい、あの中東を主催したことで、すごいいっぱい出てた、あーその時の暴走危険行為で、それもあるし、少年の時もあるし、はい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 、その後闇戸の、はい、闇業のことで事件になって、はいはいはい、要するにその主催したのもあったから、主催者で、はい、ああ、そうそうそう、それで、あ、本当は暴走行為は隠れてないと思ったけど、隠れてたみたいな、そうそう、なんか、それか結構それなんか、折り返しありそうです、あるんだよ、結構、さっきも聞いたんですけど、何かをぶっ飛ばしたのも覚えてないですよ、覚えてないか、絶対不正話もう、この人も何かやってるっていう、そうですよね、だからそれは、前にも謝ってやってるなんか申し訳なかったね。なんでぶっ飛ばしたかも覚えてないんだから。ああ、そうですね。基本的にでもなんかぶっ飛ばすぶっ飛ばさないっていうのはどういう基準中なんか何かをやらかしたからなんですかね。見た目が気に入らない。見た目が気に入らない。見た目が気に入らないともう男女関係なしだね。ちなみに、ここにいる自分と丸先輩とエイジはぶっ飛ばされたことがないんですよ、ないですよ、ないです、ないです、ないです、これはないんだよ、絶対怒られたことはあるよ、怒られたことはあるよ、まあ、指導というかさ、はいはいはい、先輩から見た目の、はい、もっと本当はこう履けようとか、あーそうじゃねえのあ、はい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 、そういうことに関してはね、はいはいはい、あーなんか、リュウさんが、はい、ぶっ飛ばすんだよ、だって幼なじみなんだ、あ、そうですね、そうですね。だって、成川が0歳から1歳からですよね。0歳からですよね。だって、あいつのお母さんに育ってもらったから。
ああ。成川さんっていうのは何かっていうの？成川の、ああ、ごめんなさい。成川っていうのは自分の中学校時代からの、もう本当に、まあ、同い年で、友人とヤンキー、まあ、唯一のヤンキーという。悪友だよ。悪友ですね。さっきの、唯一の悪友。さっきもちょっとその、出演オファーしたんですけど、断られて。取ったよね。いや、マジの人だって言われてましたから。取ったねって言われてましたからね。はい。そんな、まあ、その成川とかも、ぶっ飛ばしてることも忘れてた。結構忘れてることありそうですよね、はい、まあ、いろんなことを、まあ、やりまくっているところがあるわけですから、ほんの一部だよ、いや、そうですよね、まあ、今のところは逮捕歴ということで、また足早な感じになりましたけど、まあ、最後が、捕まったのがその32歳ぐらいということで、はい、それからは話してるので、だからたくさん事件を起こして、ね、問題も起こしてです、ね、本当、一部ですよ、きっと、これは。はい、でもなんかその一部ですけど、今回ちょっと逮捕歴ということで聞かせてもらいました。それは汗かいてますよね。しますよね。初めて見たことも私、はい、さっきのブレーデンなんかもうほんと鈍りしましたね。やばいです本当に、はい、ということで、拳銃話しちゃったら大丈夫ですよね。そちら他の動画でちょっと話してるんで放送後で聞かせて、聞かせちゃいますね、はい、まあこれ B だけじゃなんじゃないですか。本当ですよね。でこれ次回が最終話、はい、最終話ということで、はい、山さん、じゃあ今回は逮捕歴ということでお話しいただきました。ありがとうございました。